といえばフルーツサンド。これ持ってピクニック行こうよ。ソヨリンの家から桜見えないかな。またみんなで写真撮りたい。暖かくなってきたね。ラーナちゃんが日向ぼっこしだす時期かな。リビングに花を飾ってみたの。ちょっとは華やぐかなと思って。今の時期だとローズマリーのアロマがおすすめだよ。暖かくなってきたね。過ごしやすくて気持ちいい。テントウムシ、いろんな模様の子がいるから見てて楽しい。そこでツバメの尾羽拾った。不思議な形だし大切にしよう。春の星座、大熊座、北斗七星の。春のいいところは作曲で徹夜になっても過ごしやすいところ。今年の花粉は多いんだっけ。ともり、マスクとか目薬いるかな。桜の下で野良猫が寝てた。あ、ラーナじゃなくて本物の猫。いい匂い。桜餅持ってる？こたつしまうの反対。あったかい。春は眠い。